省エネ診断士を皆さん受けていただいておるんですが、省エネ診断士の要請、これが一番です。で、二つ目がですね、見える化の製品を自分が作ってまいります。一つはこういう家庭向けの省エネナビというものです。これどこかでこの省エネナビっていう言葉聞いたことがある方がおられるかもしれません。で、これを進化させて建物全体を見える化したのがここにあります。建物丸ごとナビっていうふうに書いてございます。で、これを普及させることが二つ目の目的ですね。見える化。見える化の導入。で、実際にはその家庭用のものも、それから施設向けのこの建物丸ごとナビっていうのもあります。で、どちらもですね、見える化するだけで大体 10% 以上は、省エネできますよ。で、この電気の見える化につきましては、全国3万台以上の実績がございまして、この省エネナビですね、で、これを見える化して各家庭につけると、実際には、全国的に小中学校のに通う学生さんの自宅でですね、設置しまして、データをずっと取ってきましたけども、大体 15% ぐらいの実績はあります。で、実際にはですね、この省エネナビを各家庭に広めていくためにですね、今まではこれ電気だけだったんですけれども、これをガスも水も使ってやろうというですね、今事業を、ちょうど環境省の方に提出したところでございます。で、それと、建物全体をゼロエネルギーにするためには、マンション全体をゼロエネルギーにする計画、これを立てておりまして、そのモデル事業として今社団法人として提出を環境省の方に、提出して審査してもらおうというところです。で、今日来ていただいた方でですね、とてもラッキーなのか、なのはですね、もし私たちがこのモデル事業で採択されますと、この省エネナビの作ってきた進化版のやつをモニターになっていただこうというふうに考えております。で、今この省エネナビはですね、電気だけのものはエネートークっていう製品がありまして、発売元は今ヤマダ電機がやってます。ここまで進化したのかっていうふうに思われるほどのものなんですが、私も自宅につけまして今データを取ってます。で、実際にはですね、これを、実際にもこれを100台作って、試作を作ってですね、マンションの人だとか、それから皆さんに手を挙げていただいたところでモニターを募集しまして、いわば水光熱、電気、ガス、水、水光熱の見える化、そして、家電の制御、これができるものですね。家電制御、これを作ろうというふうに思ってます。じゃあこれでどれぐらい省エネになるかといいますと、少なく見積もって 30%ですから、今までこの家庭の中で増え続けてきたところはですね、どうもならなかったんですね。ですから、それをこの自動制御で最終的にまとめることによって 30% 以上削減できると、それを実証しようという事業が私たちの今回出したものです。それで3つ目はですね、
削減 CO2 の認証、まあこれうまく言いますと家庭でエネルギーサービス事業を家庭に仕掛けてそれを買ってあげるよっていうふうなところまで持っていきたいんですが、この3つをですね社団の事業としていろいろ広めていこうと思っています。今までこのイオングループの中でこの建物まるごとナビっていうのはほとんどのイオングループについてまして、実際に 30% を削減してきました。でその 30% の削減っていうのはですね、電気は自動なんですけれどもガスとか水とか油とかこれは全部手で売ってる、手動入力でもって1日1回電気は自動です。結局はそれをやることによってですね皆さんのプライオリティを上げてもらうと、で下がった分を還元するっていうことがコンセプトで、もう30年間イオングループとは付き合ってまいりました。ですからこれを今度は各家庭でも全部自動化してそういうサービスができるんじゃないか、まあ、その時にはですね実際には自治体の方から自治体と組まないとできないだろうということで自治体と組んで自治体の公共施設にこれの貸し付けをやったり、それから省エネナビも自治体から配布事業としてですね使われるように考えております。で今回皆さんにあっと驚くお知らせなんですけれども、すごい水道の検診、それからガスの検診、これにつきましてはですね今日実は来ることになってましたリンクジャパン、リンクジャパンってここに書いてますね、ここと一応社団の方で業務提携をしまして、データをこれをつけながらこのデータをこちらの方へ取り込んでいくと、もしくは省エネナビの方もですね今ついているメーターを交換しないでですねそのままこうカポッと上につけるだけのタイプのものでございます。でこれは電池駆動なんですね。ですからそこのところは細かく時間を合わせてデータを送ってもらうというところで、まあ、電池の寿命は当然短くなってしまうんですが、それを全部電気もガスも水も同じ時間で合わせてスマートメーターで連動させるっていうところがミソです。それは社団法人の方で特許を申請しておりますので、この電気は全部全国でですね30分っていう時間がございまして、この30分正確に全国でそれも、日本の標準時間に合わせて30分ごとの計量をしています。ですからそこを合わせてですね水も水道ですねガスも同じようにですねやってしまおうっていう特許を出しました。そうすると全部どこのうちもそれから建物も全部電力会社のメーターと連動してきますから、そこが一番のミソです。まあ、今回はそのスマートメーターを作ってる大崎電機さん、ここも今日はちょっと来れなかったんですけれども、そこに協力してもらいましてですね、そこでは水の取り込みも非常にメーターを交換しなきゃしてやらなければそういう情報は取れなかったんですが、ここのこれはもうカメラと思ってそのまんまデジタル化してそのまんま上げてくれるもんですから、値段も1個1万5千円ぐらい、とても安いです。で電池で駆動してますので、それから今自治体でものすごい何ていうんですか、先週先生が確か堀内先生が省エネ店で行かれた時にそこでの情報でですね見つけてこれを待ってましたということで早速アプローチして OK をもらいました。ですからこれがおそらく小さな会社ですけれども20年ぐらいの小さな会社なんですが、日本中にこれが広まると思います。一番いいのはやっぱりメーターをですね交換するとなると自治体の方の手続きだとかものすごい面倒くさいんですが、今あるメーターにそのままカポッとつけてですね、そのままクラウドに飛ばせると、それが
電気とガスは今日はちょっとサンプルお見せできなかったんですけれども、まあ、水道メーターの場合はこう、この地下にこう水平にこう置いてあるものですから付け方が違うわけですけれども、ガスの場合はこう中吊るしぐらいになっているんですが、その上からこうそばにこうつけてですね、そのまま数字を読み込んでいく、まあ、これがセンサーカメラになってます。ですから今あるこのアナログメーターのやつをそのままデジタル信号をでもって送ってそのまま表示すると。で、まあ、私どもはその省エネですから、これを CO2 に置き換えたり、それからお金の予測をしたりということは私どものメンバーの富岡さんだとか、それからこれからちょっと紹介しますが磯永さん、はい、ちょっと来てくれるかな、はい、で彼がちょうどこの省エネナビのですねやつを作って自分でこんな風な画面が見れるのよっていうのを見せたいと思うんですが、そこにつないでもらえる。あ、うん、そうそうそう。で、やっぱりこの見える化するっていうことはですね、見える化っていうのはどうやって見せるかで、その感動を与えるかどうか、心を動かせるかどうか、そこで決まるんだと思います。で、今までのこの省エネナビもですね、実際に使いすぎした時にどんな行動をしたらいいのか、音で知らしたり、ここのところに散水をしたらどうかとかですね、冷蔵庫の中詰めすぎないにしようとか、まあ、そういうことをですね、皆さんの中に知らせて広報してきたんです。これは山田さんのホームページではなくて彼がちょっと、はい、作ってくれたやつ、ちょっと説明してくれる、はい、こんな画面になります、はい。先ほど小栗さんからもご紹介ありました電力を見える化するソリューションということで、今ヤマダ電機の方で販売しているスマートホームというシステムについてちょっとだけご説明させていただきます。何ができるかというと、さっき言った通り電気の見える化、こちらが手軽に実現できるということで、各家庭レベルで電気今どれぐらい使ってるんだろうというのが簡単に見えると、簡単に見える、これ自分のスマートフォンでも見ることができまして、それを見れるので、今、電気いつもより使っているのねって分かるので、すぐじゃあ節約してみようっていうアクションが起こせます。まあ、どんな感じかっていうと、アプリを立ち上げると、ちょっと色が飛んで見づらいですけど、四角で囲んでいるところ、上の方で、1日だとか1ヶ月だとかの電力の統計が見える。で、下の方の稲妻のマークですね。雷のマークでリアルタイムの電力表示が見れるようになっています。他にもいろんな機能あるんですけど、今日はちょっと見える化というところで下の方の赤で囲んでいるリアルタイムの電力表示どんな感じかというのをご紹介します。今いくら電力を使っているかっていうのが、左の枠今 13.4W というふうに表示されて、こうちょっと青いところの枠でこういうふうに表示されてますが、これが、1秒ごとにこれ電力を取得してまして、だんだんこう左に流れていく。使用量が変わらなかったらこのまま平坦なんですけど、じゃあ突然じゃあ、電子レンジ使ったら 500W 増えてドンとこの波がですね大きくなるっていうような感じのイメージで、まあ、こんな感じで左にどん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 この島が流れていくよ。これがちょっとだけ使用量が減ってますね。こういうふうにですね、13.4W、22.7W、まあ、そのまま変わらずですけど、これあなたの家？こんなぐらい？はい、私の家です。随分省エネだね一人暮らしだから。あ、そうか、奥さんがうちにいないから。そうですね、はい、こういうこともわかります。はい、まあ、今ちょうど妻が家にいるんですけど、はい、多分暖房を使っててもう少し増えてるんじゃないかな。じゃあ300ワットぐらいいってるかもしれないですね。はい、で、そうですね、今ちょうど言っていただいたんですけど、暖房を使う、電気を使いすぎるとエアコンですね、うちでちょうど昨日使ってみてデータを取ったんですけど 200W ですね、いきなり増えましたと。でいうことで、あったかいんだけど今いるかなって思ってエアコン消してみると、まあ、この293、一番左から 148.3、177.6 と、まあ、これはまだ稼働してだんだんこう電気が抜けていくところなので完全に消えてないのであるんですけど、波を見てもらったら分かる通りやっぱり減ると。
確実で、この後やっぱり落ち着いて30何ワットまで落ちる。なるほど。ということで、今自分の家でどれぐらい電力を使ってるっていうのが分かる。扉の開閉だとか温度とかも、はい、湿度も分かるんだよね。そうですね、はい。ことは別 あのアプリですけども、アプリとか画面ですけど、それも分かるようになっているということで、で先ほどあの、まあ、この ② のリアルタイム電力のところを進んできたんですけど、電力統計 ① というところだとこんな感じで、ちょっと実際のアプリの画面ではここの赤丸はないんですけど、私が見えやすいようにつけたところで、うちの家だとちょっと字が小さくて見えないと思うんですけど、この辺りが6時から8時ぐらいですね、朝の時間です。この時間にやっぱり活動を始めるので、電気が使用量が増えている。でまた家から帰ってきて、8時から10時ぐらい寝るまでの間に電力量が増えていると。じゃあここのところ減らせば、最大値も減って契約もしかしたら減らしたりして省エネにつながれるんじゃないかなっていうところも見ていけると。これはあの1日単位でちゃんと記録されてて、月だとかでも見ることができるので後で振り返ることができます。これでまとめると、このエネトークのアプリを入れると簡単に電気の見える化ができるので、節約するポイントパッと分かると。で、そのデータ後でも見られるので、省エネ診断書のデータにも、取得にも役立てますし、データが使えますと。で、ヤマダの今東京だと取扱店がまだ始まったばっかりで少ないんですけど、全国で100店あるそうです。はい、まあ、ヤマダのホームページの方でこのエネトークの、利用店どうかっていうのも分かるので、お近くにありましたらぜひ。値段1万5000円ぐらいだったんですよね。そうですね、全部で1万5000円ぐらいで、工事が入るのでそこのキャンペーンによってちょっともう少しぶれたりする。工事はね、うちの場合、はい、うちの会員さんは全部無料。全部無料。全部無料です。それとあとはあのうちがモデル事業、今回のやつの環境省に出してるやつが取れた場合にはですね、皆さんあの省エネ診断書を 取っていただいて、産休取ってもらったあの人にはですね、ぜひアプローチしてください。それの場合にはあの1万5000円出さなくて、物自体物を差し上げて、その代わりデータは出してもらう。まあ、その中で私たちはこの何て言うんですか、あの電気だけじゃなくてですね、水とガスの見える化をやることで、どれぐらいその家庭でのその省エネがずっとあの省エネで継続できるかっていうようなデータを取らなければいけないっていう、そのモデル事業ですので、まあ私的にはですね、あの最初に登録してもらうんですけれども、実際その登録してもらった分の半分ぐらいになると思います。この今度は自動化が入っているものですから、やっぱりですね、このちょっとその気になるとエネルギーって全然違ってきます。まずですね、各家庭でどれぐらいのところをそのターゲットにしているのかっていいます と、ファミリーでですね 3,4 人ぐらいのところで、今から10年ちょっと前に、ファミリーエスコ事業っていうのを企画を作りまして、これをばらまいたことがありますが、その時には、200件の家庭の平均がですね、水耕熱の平均が29万と7千円だったんです。結構使ってるんですね、これ1年間です。で今じゃあ同じ状態でですね、そういうデータを取ったらどうなるかって言います。35万ぐらいになってます。それだけ実は2割ぐらいですね、ガス代と電気代って上がってるんです。知らないうちにいつの間にか上がってるんですね。でちなみに私のうちの報告をしますと、私のとこはこの時にですね、省エネをうんと頑張りまして27万のだったんですが、これを1年間で20万円にしました。これぐらい頑張れるんですよ。でこれは自動制御やってません。節水シャワーつけて、それから見える化したところでですね、一生懸命節水、エアコンできるだけつけないようにしようとか、そういうことをやってですね、こういうことになったんですが、それからじゃあ省エネナビ返しちゃったら今どうなったかって言いますと、昨年度50万恥ずかしい話ですが、1人4人家族で1人結婚しちゃったのにですね、50万。これだけですね、やっぱり
省エネやっててしょうがない。僕の体も実はその時から10キロ振って太ってしまいまして、気抜くとですね、省エネダメなんです。ですからやっぱり自分を戒める意味でですね、今度は自分で本当の省エネナビを作って、それで皆さんと一緒に自分の体もスリムにしようと、こういうふうに考えておりますので、4月から本気でやりますからぜひ皆さんもですね、ご協力ください。1万5000円か6000円。はい、そうですね。山田ランニングはいくらぐらいと、はい、ランニングが今のところ980円。あ、月。はい。あ、じゃあそれが安いね。そうなんです。整理しないんだったらね。ですから十分ですね、に25万円以上だったら5万円が下がってくるわけです。ですからつけては絶対損はしないですね。ですからまあファミリーエスコ事業っていう名前をつけたんですけれども、これ日本中の家庭に広めようかなというふうに考えておりますから、まあその時はどこが作っていただくかっても、これは作る方はですね、電力系の会社に作っていただくという今心づもりで、大崎電機と作っております。一緒に連携をしようと思ってます。なぜかと言いますと、最初の元になるスマートメーターは信号をガスも水もそのスマートメーターからもらうからです。ですからこれが一番のミソなんですね。まあ、今まではそういうふうに同時にそういう計測ってできなかったんですが、それで CO2 を見える化する遮断法人というのは一応私どもしかございませんので、全国の自治体をネットワークで結んでいこうと、まあ、こんなふうな計画でございます。まあ、たかは見える化なんですが、この見える化してしっかりいくらなのっていうことをやりますと、ものすごい広まっていくんだと思います。それから今日もし変電所を管理しているようなところの方がおられれば、今東京電力が新しい値引きサービスと同時にですね、この見える化の電気の見える化をリアルタイムでただでなんとやってくれるというサービスを提供してくれるようになってなりました。まあ、これは私どもの社団法人の方と、もしくは会員企業さんとの契約でこれを進めていこうということですから、ぜひ皆さんのお客さんを取り込んでいただきますと、全部お客さんのコストを下げて得するモデルができると。まあ関西電力の中で今できるかどうかを話しているところですので、今日これほやほやです。後で後ほどこういうチラシを差し上げますので、興味のある方はこれ持って帰ってください。で、私の方の見える化でもってこの日本中省エネ広げようというこの運動はですね、これからCO2 の削減、 CO2 の買い取りをやったらどうかというふうに大沢さんからも言われておりますので、エスコ事業っていうやり方は一緒なんですけれども、実際にはそのお金かけないで、なんていうんですか、CO2 を削減した分を買い取ってあげるよっていうような言い方をして、まあ、その辺をうまく広めていこうかなと。とにかく大きいところでしたら必ずそれができるものですから、まあ小さいところの家庭のやつはですね、モデルを作って、それで見える化の方で少しずつ認証料としていただこうと、これが私どもの方針でございます。今日は皆さん一日半日ですか、長時間ありがとうございました。で、ぜひまだ試験を受けてみようかという方につきましてはですね、詳しい説明等この後ろの方にやり方が書いてございます。で、これは今回は2級のセミナーなんですね。2級を取るのって結構難しくしてあります。3級は誰でも取れるんですけれども、2級って言いますとご自分の職場だとか勤め先の方で実際に、省エネやってもらう、実績がないと上げておりません。ですからそういうそのためにですね、こういうものを見える化をセットにして、それでこの資格を取ってもらった人たちが自分で稼ぐんだということをやっていただきたくてですね、この実は省エネ診断士って作ったんです。
まあ、我々も私はもう40年も省エネやっていましてですね、自分がやってるうちはもう広がりませんから、ただこのたくさんやってきたこのノウハウをですね、皆さんが省エネナビを使いこなすことによって、この見える化を導入することによって自分が得するようなシステム、これがあのファミリーエスコ事業、まあ、家庭向けのですね省エネ、そしてまあ関西の方ではですね、今日先ほど来られましたけど草津電機さんを窓口にして広めていこうかな、まあ、こういうことで話が進んでおりますので、結構関西の西側からも引き合いが多いんですから、ぜひその見える化推進をご協力よろしくお願いしたいと思います。まあ、本日はどうもありがとうございました。何か質問があればお受けいたします。あと一つですね、はい、まあ、バッテリーがね、はい、どんどん安くなってきますし、それを使いますと例えば10アンペア家庭だったら、40アンペアのとこを10アンペア低くしてです、ね、基本料金を安くして、はい、ピークが 出そうになった時にですね、まあ、ちょっと AI 的なソフトを組んで、はい、そのピークだけをね、バッテリーから出してやると、まあ簡単に言えば、電子レンジをつけた時に、まあ、500ワットとか800、700ワットポンと上がるとですね、もし、基本料金を10アンペア下げた時にはブレーカーが落ちる恐れがありますが、せいぜい例えば電子レンジなんていうのは5分とか10分ですよね、はい、そうすると、まあ、500ワットの電子レンジで10分というと6分の1ですから、まあ、大体80ワットアワーぐらいです。それを今度はバッテリーの方から出してやることによってピークは吸収できるので、そういうような装置も一緒にこう兼ねて、ね、作ってあげると、はい、全国の、基本料金を、まあ、10アンペア落としましょうというような、ね、ことができるかもしれない。そうですね、まあ、できますね。やろうと電力会社もまだまだ10ありますけども、ブレーカー契約をやってるところは 6箇所なんですね。あとはその使っただけっていうどんどん増えていくわけですけども、そういう方式を、確か関西電力だとか沖縄電力だとか、そういうふうな形になっていくと思いますので、まあ、そこのやり方に合ったやり方を考えなきゃいけないと思うんですけど、でもやっぱりブレーカー契約にどんどん移行していくんじゃないかなと思いますね。メニューの方がその方が電力会社的にもですね、いいんだと思います。で、皆さん知らないかと思いますが、ここのところへ来てですね、スマートメーターに変わったお客さんがしょっちゅうブレーカーが落ちるんだと。これは実は仕掛けがあります。今までのブレーカーはですね、単層三線式って言いまして、そこの中でこれ覚えておくといいと思います。ずるいなと思うんですけれども、ブレーカーがあって、ブレーカーがありますよね。でこれ例えば50アンペアだとします。で今まではですね、こういうふうにこちらからこちらに電気が流れまして、こことここを足して100アンペアまでは落ちなかったんです。ところが今回はですね、スマートメーターになると、こちらにもし60アンペア、こちら10アンペア、もしこういうふうになりましたら、これ落ちるんですよ。足して2で割ったら50アンペアいってないんですが、片方の方に60流れた、切れます。でまたすぐ復旧します。でこれを繰り返しますので、そうすると今まで切れなかったんでブレーカーおかしくなったんじゃないかという問い合わせ結構来るんですが、こういうことが結構起きてます。そうすると電力会社はこれ上げましょうっていうふうに言ってですね、この50アンペアだったら50アンペアのやつをじゃあ60アンペアにしましょうとか、そしたら絶対落ちないです。こういう営業をやってます。皆さん分かりますね。たまたま私は計測屋なので計測しててあれと思ったらですね、いや今まで落ちなかったんだけど落ちてるんだよね、それでブレーカー増量を考えてるんだと。そしたら東京電力に行ったらいきなり倍にしましょうって言ってきたんで信用できないって私のところで相談が来ました。まあ電力会社も営業所対応
新電力に結構仕事を取られてますので、かなりシビアに、このスマートメーターだけはこれ電力会社の持ち物ですが、ガス会社が電気、ガス会社から電気買おうかですね、やっぱりこのブレーカーそのものは、取引メーターは電力会社になってます。ですからそこのところは頭の隅に入れておくとですね、しっかりしたそのお客さんに説明ができると思います。何のことはない。これはブル負荷回路がこちら側の層に、ここは 100V ですから、こちらに例えばエアコンと電子レンジがこちら側の方に入っていたに過ぎないわけです。ですからそれは、いっぺんに動かさなければ問題ないわけですね。ですからそういうことも頭に入れておくと、家庭の奥さんにはとても役立つ話だと思います。僕らは家庭の計測をやるときはこういっぺんに全部動かしてもらって、それで多い方にですね、計測をこうリアルタイムのやつをつけて、それで今これぐらい食ってますということを教えてですね、じゃあほとんどのところで下げられるものですから、それを、コンサルティングしてやってきました。その事業、それがそのファミリーエスコ事業のもとにまとまっているものですから、これからどんどん進化してまいりますので、ぜひ皆さんの家庭にもこの進化したナビが届きますようによろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。